鉄道の旅、九州縦断ロマン紀行第10章。先週は砂浜で足湯を掘り、お土産を選び、勢いよく噴火を続ける桜島観光を満喫。今週はいよいよ桜島とお別れ。桜島港から鹿児島港までカーフェリーで約15分、大都市鹿児島市に到着。ここで訪ねるのは名勝仙巌園。造園1658年、長い歴史が詰まった5万平方メートルの広大な日本庭園。中でもこの庭園の中心的な建物、磯御殿から望む威風堂々とした桜島の景観は、ダイナミックな鹿児島の魅力を凝縮した美しさです。他にも珍しい猫神社や休憩どころなど見どころは満載。ここで人気のジャンボ餅は鹿児島で昔から愛されている郷土菓子。もちろんお土産ショップも充実。繊細な細工が施された鹿児島生まれ芸術薩摩切子も多数展示されています。ここでいかにも鹿児島らしいこんな面白い商品を発見。これは何ですか？これは火山灰洗顔料なんですね。火山灰洗顔料、はい、火山灰を洗顔料に使ってるってこと？そうなんです、あ、なんかすごい泡固い、はい、こうしたもちり泡で洗っていただくんですね、うん、この泡固いのも火山灰？そうなんです。これプリプリプリっとして落ちないんですね、うんうん、これが吸着力なんです。吸着力、はい、今、はい、汚れを吸着しています。火山灰すごいですね、はい、毛穴なんかの古い角質取りですね、うん、はい、僕もうちょっとつけたいな、はい、これ男性にもいいですね。男性にもいいです。おひげ剃りに優しいですよ。優しい意味わかんない。わぁ、死んだのやら。お、すごい気持ちいい。あ、気持ちいい。火山灰いろいろできますね。なんか今吸着されてる感じがする。なんかこうこうしてる間もパックしてるのと一緒です、うん、あ、そうなんだ、はい、これどれぐらい置いておけばいいんですか？1、2分から、まあ、2、3分1、2分、はい、吸着、はい、火山灰っていろんなことできるんですね。僕言ったんだ、はい、そうか。名勝仙巌園を散策した後は鹿児島最後の観光地指宿へ移動。美しい海に囲まれ、リゾートムードにあふれたこの街で特別な時間の始まりです。上陸。はい、お客様こちらでございます。好、いかがでしょう、ご覧ください。不错不错。すべての部屋がシービューになっております。モフティタンホイキン。そしてこちらプールです。游泳池。もちろんクラブハウスも完備しております。一番。这个卖多少钱？ Not for sale。 那你不买叫我来干嘛？早点啊。干嘛早点？哎呀，度假区啦。こちらは日本のハワイ、指宿でございます。今夜でこうやって泊まるの？泊まります。买过。那我就知道宵夜食开会见，欢迎花，好开心呐、啊！花那边，马超啊 ，checking 先呢。啊，咁大间酒店，今晚 call 下横竖报纸嚟好啊，定系大杂员过嚟一齐玩好呢？好大，真系好大，哇！我很欣赏这里。指宿での宿は日本情緒あふれる広大なリゾートホテル。エキゾチックな南国ムードたっぷりのプール、海を望む広々とした庭園、海から窓が一望できる美しい装飾の客室。このホテルで最も見逃せないのは、江戸時代の雰囲気を再現したユニークな大浴場。まるで映画のセットのような空間でリフレッシュタイムが楽しめます。露天風呂はもちろん完備。鳥居の向こうにあるこのドーム型のサウナもユニーク。さらに指宿の個性として有名なのはこちらの温泉です。ワンチュン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 到着。ワンチュン。ここ何？冇水嘅喂。系啊。干炒牛河。差唔多。啊，わかった。これ自分掘って温泉が出るやつ。残少少。唔系啩？でもあなたは掘らなくてもいい。あの方が掘ってくださいますので、あなたは寝るだけで結構です。ちょー、大家来試咩？はい、入ってください。そうか、はい、OK、わかりました。わい、
さら脱がなくていいんだ。脱がなくていいんですよね。そのままでいいです。そのままで。そのままで履いてください。大丈夫よ。もう脱いでもいいよ。脱いでもいいじゃない。これは砂が結構熱いから、これ着てないと火傷するよ。火傷。火傷。怖い。ファイディーラー。はーい。あ、よし、よし。足は足は大丈夫ですか。はい、大丈夫です。このままですね。はい。で、いいですね。はい、枕ちょうどいいところに。おお。気持ちいい。暖かいこの砂。暖かい。すごい。あ、なんかちょっと、あ、あのサウナの気持ちがなるよ。サウナ。この線ちょうど彼のサイズですね。そうですね。おお。はい、手をまっすぐつけていただきますから。はい、まっすぐしてください。はい。はい。はい。あ、おもろい。すごい。あ、おもろい。こうやって。あ、超暖かい。暖かい？超暖かい。これがここの指宿の超有名な砂蒸し風呂でございます。もう怖い、頭のところするところじゃない。今なんか私せっかく説明してんのに重い、砂が重い、重い、重い。どう、気持ちいい？でもね、すっごい暑い。暑い、うん、暑くて気持ちいい。これ なんで暑いの、なんで暑いんですか？これはあの温泉で温めてますね。温泉で温めてる、はい、温泉が近いから。はい、下にあの源泉を引いてありましてね、源泉で温めてます。昔の人間もこんな感じなの？そうですね、指宿はもう昔からですね。じゃあこうやって掘ってたら下から温泉がわーっと湧いてきて水没するとかいうこともあるんですか？それはございません。ない、はい、ないんだ、はい、うまくできてるんですか？そうですね。行こう、はい、あ、顔残ってます。やるか。呼吸は？お客様、ちょっとお顔をマッサージさせていただきます。スクラブ、砂のスクラブでございます。でもなんか気持ちいい。バテンが安藤だろ。お鼻の穴にも砂をお詰めいたしましょうか。もうやもうやらないよ、我慢できないよ。あ、すごいね、もうそんなに持たないね。本当？そうだよ。これは普通どれぐらいの時間、すみません、はい、これは普通どのくらいの時間あの入ってるんですか？10分から15分。10分から15分、はい、目安ですね。じゃあなんか長く入っていたいとかは？あまり長いとですね、入って逆効果になりますね。なんであまり私の3桁の息が流れて下になりますので。急に立ち上がっちゃいけないんだって。おー、書いてある。さっきのうわーとかやったら心臓の負担が、うん、そっか。このリエさんですね。はい、じゃあ私も挑戦します。お、あったかい、 いいね、床暖房みたい。天然の床暖房、ちょうどいいサイズだ。あなたも本当、うん、ちょっとはみ出た。はい、どうぞ、はい、お願いします。はい、わ、なんかすごい変な感じ、みんなに見下ろされてる。そう、うん、はい、どうですかリエさん。わ、なんかみんなに見られてる。なんか変な感じ。あ、重たい。わ、重たい、ずしっと。わ、思ってたよりずっと重たい。おお、わ、すごい、あっという間。わあ、これはどういう効果があるんですか？これはですね、あの血行が良くなりますのでね、あの肩こりとか腰痛とかですね、女性の方でしたらお肌にも美容にもいいです。はい、温まるだけじゃなくて、はい、あの重さがあるからこうなんかこ う, そうです、ね、マッサージ効果みたいなのがすごくある気がします。そうですね、指圧効果もございますね。うん、そうそう、指圧、はい、食事の後はすぐやらない方がいいですね。そうですね、ちょっと時間を空けた方がいいと思うんですね、うん、さっきアップアップされるから、はい、そうですね、うん、まあそろそろですね。 あ、重たい、全然動けないだわ、すごい重たい。復習の時間だ。暑い今、わー、シュンシュボー、シュンボー、これ、これより目通したの方が一番面白い。目通した方がいい。よく見るのが、あの砂浜で、こういうのやってるのをなんか写真とかで見たことあるんですけど、はい、今、最近は室内なんですか？そうですね、うちでしたら、あのどうしても外でしたら、あの雨が降ったり風が吹いたりするとですね、できませんので。そっか、そう考えるとそうですね、あの室内いいですね、海も見えるし。うん、はい、上目や。いいよね、OK が、フェンブリーで、はい、オイル、オイルですよ。オイル、そうそうそう、オイルやったら、そうそうそう、オイルやったらね、もうまだ肌がツルツルなのよ。そう、これも指宿名物。そうですよ、うん、あと5分くらいかかるよ。5分ぐらい、ちょっと寝ていいですよ。はい、気持ちいい、眠くなる。リエさん、もうそろそろだよ。中高部なったんだよ。うわ、重たい。いいですか？おおおお、
おもろいな。面白い。立ってください。面白い。気持ちよかったよ。すごい気持ちいい。どうですか。あ気持ちいい。もうマッサージしたからもうツルツルでしょ。ツルツル肌も。そうだよ。お肌ツルツルになってる。そうだよもう。あ本当になんかツルツル。ね、はい。じゃあそろそろもうお散歩でも行きましょうか。はい、でもその前に写真撮って Facebook にアップしましょう。リンガよ。そんなに綺麗？うん。じゃあやいさん。来週は。うわ何これスモーク。コンサート、あ、わかった。玉手箱を開けると煙がバーッと出てきて、うん、おじいさんになっちゃったっていう昔話があるよ。あ、そうなの。それのイメージだよ。ロマンチックだね。じゃあこれ浴びたらどうなる。落ちじゃなるの。うわー、ザワーザワー。ジャパナビ九州縦断ロマン紀行、来週もお見逃しなく。視聴者の皆様に番組からプレゼントのお知らせです。鹿児島で砂蒸し風呂が有名なのはどこ？1番、指宿。2番、新宿。3番、原宿。正解者の中から抽選で A、鹿児島県観光連盟より桜島火山灰洗顔ホーム金吾金吾を3名様、 B、洗顔園より洗顔園オリジナル紅茶セットを2名様、 C、指宿白水館より指宿温泉無添加化粧品指宿の秘密を5名様にプレゼントします。応募用紙は www.jptime.tv 番組ホームページに掲載しています。締め切りは2012年4月8日午後17時。当選者は2012年4月15日に番組および番組ホームページで発表いたします。皆様からのご応募どしどしお待ちしてます。番組の特集内容やもっと詳しい情報は放送終了後に番組ホームページに掲載されます。アドレスは www.jptime.tv。